金馬さんは、朝鮮民主主義人民共和国の元政治家。北朝鮮第二大最高指導者、金正日労働党総書記の長男かつ、第三大最高指導者、金正恩労働党委員長のイボニー。1971年5月10日、北朝鮮の初代最高指導者、金日成の息子である、金正日を、父、映画女優の聖カオルリンを母に、ピョンヤンで生まれる。 しかし両者が付き合い始めたとき、聖カオールリンはすでに結婚しており子供もいたため、長年にわたり内縁関係にあったとされ、小日は父の日生に聖カオールリンとその子のことが漏れないように努めていた。当時、小日はママ母の近世愛と対立しており、この時に詳細が明るみに出れていれば小日は近日生の後継者としての地位を失っていたかもしれないと言われている。 そのためマサオは、平壌中心部の大邸宅に隔離されて育ち、母方の祖母と母方のおばと共に暮らした。一方、小日の妹の金ケーキは常にマサオの味方であり続け、マサオを自らの息子として育てようと試みたこともあった。後に、日生も娘の金ケーキ、超生宅夫妻の取りなしを受けて初孫であるマサオの存在を認め、 党活動に専念する正日に代わって、可愛がるようになったとされ、1994年に、包丁したジミー・カーター元アメリカ、合衆国大統領にも、自分が一番愛する孫と紹介していた。対照的に、父、正日と5歳の交期の間に新たに生まれた孫の、キム・ジョン・ウンや金星鉄を、祖父、日生は、孫として認めなかったされ、金景気。 政宅夫妻によって面会もできなかったとされる異母兄弟の金正恩らは平壌から離れた元山市で生活しており、誕生日を、祖父、日生から直接祝福された、金正男はいわば、皇太子の地位を確定したと、当局から見なされていたとされる。金正男の誕生日は、合成に祝われ、毎年の誕生日プレゼントに100万ベイドルが、費やされたとされる。 マサオは1979年からの10年間、北朝鮮の外で生活していた。12歳から14歳までは、ソビエト連邦の首都モスクワで生活していたという。1981年から、スイスのベルンにあるインターナショナルスクールに留学した後、1980年代後半にジュネーブ大学に入学したという。この際に、コンピュータに触れて、関心を持ったとされる。 1995年からは中華人民共和国の首都北京でも暮らし始め、上海の経済発展ぶりを見て北朝鮮の改革開放を志すようになる。1980年代後半に帰国した頃にはフランス語と英語を堪能に使えるようになっていた。また、ロシア語や中国語もある程度話せたようである。日本語については日本人記者の日本語はわかりますか という朝鮮語の質問に、日本語で、日本語、わかりませんと答えている。1980年代後半にマサオは帰国したが、1970年代後半から、父の正日は、後英期と交際を始めており、後英期は、自らの子供たちを、後継者にしようと格索していると使用人の間で噂されていたという。百八十八年に十七歳で、 コンピュータ委員会委員長に就任して北朝鮮の IT 政策の最高責任者となり朝鮮コンピューターセンターを設立させ北朝鮮サイバー軍を育成する金策工業総合大学や金日成総合大学などでプログラミングを直接監督して軍の地下校、ファイバーケーブルなど北朝鮮の IT インフラの整備に関わったとされる。しかし帰国後のマサオは 世間から隔絶された、平壌や元山での暮らしに不満を覚え、政治経済体制にも疑問を抱いていたとされ、父の小日から政治犯として炭鉱で働かせると警告を受けたと言われている。また1990年代前半には、国営工場の工場監査に参加したが、罪をかけられた工場経営者たちが処刑される姿を見て、 国の政治体制に幻滅するようになったと言われている。1995年には朝鮮人民軍の大将となり、1996年に新設された秘密警察の朝鮮人民軍保衛司令部の責任者になったとされる。この頃のマサオの役割は数十億ドル相当とも言われる金一族の秘密講座の管理だったと言われている。 投資家で死の商人という実業家の一面も持ち、スカットや SA-16 などの武器を輸出して得た、元でで、株式や不動産に投資して、マカオスイス、香港、日本、シンガポールイギリスなどの銀行にある保衛司令部の資金を管理し、朝鮮労働党39号室の責任者でもあったという。1990年代から、毎晩ピョンヤンコーライホテルに、 メルセデスベンツで乗り付けて豪遊していたとされ、一晩で10万米ドルを浪費することもあったという証言もある。2000年6月の父、小日と近代中大統領の南北首脳会談の前に、現代グループが行ったとされる5億ドルや4億ドルとも、言われる巨額の大多送金は、経由地のマカオで秘密資金を管理していた、金正夫の手にも当たったとされる。 2001年1月に父、正日が放中した、蔡の上海市の IT 技術視察にも同行し、父、正日は、江沢民中国共産党総書記との会談で、魔天皇が並び立つ上海の経済発展を、上海は、天地改闢した。改革開放が、中国の経済発展に、重要な役割をしたことが十分に証明されたと、絶賛して、 改革開放に意欲を見せた。この時、金馬さんは、江沢民の長男である、江渡久氏と会談して、大使党と信仰を結んだとされる。しかし、金正男によれば、父、正日の改革開放への警戒心は変わらなかったと、される。2001年5月、金馬さんは、偽造流券で、日本に入国しようとして逮捕された。この事件によって正男は、 後継者争いに敗れたとする説がある。しかし、マイケル・マッテンによるとマサオが後継者になったことはなく、自分の息子が、金正日の後継者になるよう運動していた、公英機がこの事件を利用したため、キム・ジョン・ウンと金、金正が、ライバル関係のように大げさに伝えられるようになったと、している。二千七年一月三十日に在香港の複数の、情報筋が金、金正と思われる男が、 中国の特別行政区であるマカオ入りしたことを明らかにした。アメリカ合衆国の北朝鮮に対する金融制裁により、マカオの金融機関、バンコデルタージアにあった約2400万ドルに上る北朝鮮関連口座が凍結されており、中朝関係筋は北京で同日始まった金融制裁問題に関する米朝専門家会合に関連して、マサオが マカオ入りした可能性を指摘している。なお、エレベーター内の取材で、日本の拉致問題のことを話すと、ノーコメントだった。同年8月27日に、大韓民国の朝鮮日報は、マサオが2007年6月帰国し、以前父親の金正日が所属していた朝鮮、労働党組織指導部に所属していると報道した。なお、同時に、日本や韓国のメディアで、 金正男とその家族がマカオ市内に住居を構え、長期間滞在し、マンダリンオリエンタルホテルなどでヨーロッパの高級ブランド品などのショッピングを楽しんでいると報道された。2011年当時はマカオに滞在して活動していたとされる。金正日の長男という立場でありながら、後継者問題をめぐり、北朝鮮の政治体制を揺るがしかねない批判。 あるいは意見を広く西側に向けて発信していたことから軍部を中心に北朝鮮側にとって疎まれる存在であると見られた。2011年時点では父親である小日への接触はもちろん公式非公式問わず北朝鮮への入国や北朝鮮指導部とも接触が報道されたことはない。同年12月17日の小日の死去においても テレビで初めて知らされたことが伝えられている。しかしマサオは、直後に、金明アキラという名義のパスポートを使い、平壌直行便のある北京経由ルートを避けて、本国に帰国、正日の霊前との対面を果たし、後継指導者である金正恩を含む家族と共に、別れを告げたとみられる。数日後には、マカオに戻った。なお、公式な葬儀への参列は確認されていない。 その後、ロシアメディアなどが、マサオの妻や子供は中華人民共和国の支援により、マカオ市内の高級マンションに住み、マサオ本人は北朝鮮支援によるホテル住まいであることなどが伝えられていたが、北朝鮮本国で、金正恩体制が確立された2012年に入り、ホテルの1万5000ドルの宿泊代を払えずに退去し、これは北朝鮮側からの送金停止によるものではないかと、 伝えられた。さらに、4月22日に、朝鮮労働党初期の金日差し日が、北京市で太平国と会談した中で、マカオに住むマサオの身柄引き渡しを要求し、中華人民共和国側が拒否したと伝えられた。これは、朝鮮半島で有事が起きた際に、かつて北京に亡命した、カンボジア元国王のノロドムシハヌークを保護した理由と、同様にマサオを擁立して、 北朝鮮に傀儡政権を受立する手段を保持するためと言われている。韓国メディアはマサオが中国の大使党と強いつながりを有していることから、非合を受けていると報じた。暗殺実行2017年2月13日午前9時頃に、キムチョル1970年6月10日、平壌生まれという北朝鮮国籍のパスポートを持つ男性が、クアラルンプール国際空港で、 マカオへの出国手続きのために、エアアジアの自動チェックイン機を操作している最中に、ベトナム人とインドネシア人の女性2人が突然、襲いかかり逃げ去った。直後に襲われた男性は、体調不良に陥り、空港内の医務室から近くのプトラジャヤの病院への搬送中に急死した。翌14日に、マレーシア政府が、金正マの死亡を発表し、複数の韓国メディアが、 キム・チョル名義の偽造パスポートを所有した金正マサオが女二人に殺害され、実行犯がタクシーで逃走したことを報じた。マレーシアの火事士、東方日報によると、逮捕されたベトナム国籍の女が、一人がハンカチで顔を押さえ、もう一人が顔にスプレーを吹きかけたと供述していたという。マレーシア政府が死体の指紋紹介を14日に行ったので、 韓国側が以前採取した金正男の指紋と死体の指紋を称号すると指紋が同一として死亡した人物は金正男氏と断定した。一方、北朝鮮当局は2月23日、朝鮮法律会員会名義で我が共和国公民の死因はショック状態であるとの談話を発表した。その上で、誰それによる暗殺説は僕くね役との陰謀と発表した。 また、死者は外交パスポートを所持しており、違外方権の対象であるから、マレーシア側が一体解剖を行うことは、我が共和国の自主権に対する露骨な侵害、人権に対する乱暴な蹂躙と外交特権を主張した。しかし北朝鮮は共和国公民が何者かについては一切触れなかった。しかし、マレーシア警察は2月24日に、 冷凍保存していた遺体を解剖して、殺害に使用されたのは、致死性がある VX ガスと断定した。遺体引き渡し2017年3月30日朝鮮中央通信で、北朝鮮とマレーシアの間で遺体の引き渡しや、出国禁止の解除、ビザなし渡航制度の再導入への協議開始などを行うとの共同声明が出されたと伝えられた。翌31日、 陸港中華人民、共和国外交部報道局長により、遺体が北朝鮮に到着したことが発表された。また同日北朝鮮籍の被疑者が、中国国際航空で帰国し、北朝鮮で事実上の人質となっていた9名のマレーシア人も母国に戻った。暗殺犯と司法手続き事件後、実行犯であるベトナム国籍とインドネシア国籍の2人の女性と、 マレーシア在住の北朝鮮国籍の男がマレーシアの警察に逮捕された。3人のうちマレーシア在住の北朝鮮籍の男は証拠不十分として2017年3月2日に釈放された後有効な渡航書類を所持していなかったため国外退去処分となった。ベトナム国籍とインドネシア国籍の2人の女性は殺人罪で起訴されたが 両被告の弁護団によると二人は北朝鮮の工作員に騙されて事件前の数日間複数の空港やホテルやショッピングモールでテレビ番組の企画としていたずらにより報酬を得ておりクアラルンプール国際空港での行為も同様のいたずらと思い込んで実行に及んだと主張している。両被告のうちインドネシア国籍の女性被告については2019年3月11日に 基礎が取り下げられて釈放された。基礎が取り下げられた理由について、公式発表はないが、証拠不十分だったのではないかと報じられている。一方のベトナム国籍の女性被告についても、検察当局は素因を殺人罪から危険な武器などを使った障害罪に変更した。このベトナム国籍の女性被告は、基礎内容を認め、2019年3月に、 マレーシアの高等裁判所は金庫3年4月を言い渡し、同年5月3日に刑期を終えて、ベトナムに帰国した。北朝鮮当局は事件への関与を一切否定している。一方、マレーシア当局は事件当日にマレーシアを出国した北朝鮮国籍の男4人が事件に関与したと反論している。二人の女性に指示や訓練を行うなど、 事件の中心的役割を果たしたのは、毒殺専門たる朝鮮人民軍偵察総局19課と見られている。これら北朝鮮籍容疑者4名に関しては、事件後、登場したと見られる、高麗航空 JS-272 便が、ジャカルタドバイモスクワウラジオストクを経て、北朝鮮に入国すると思った、韓国情報当局が、ロシア連邦政府に抑留要請したが、 ロシア政府は受容せず出国を容認している。マレーシア当局は4人を国際刑事警察機構を通じて国際手配している。暗殺原因金正夫はイボテイのキム・ジョン,ンの指示により北朝鮮の政府機関により暗殺されたと広く信じられている。金正夫は暗殺直前にアメリカ情報機関の関係者と接触してアメリカ合衆国連邦政府から 資金援助も受けていたという報道もされており、マレーシア警察の捜査関係者も、金正男暗殺の4日前に、米国人と接触していたことを裁判で証言している。事件後に、金正男の長男の金管律を保護した組織とされる、千サトバ民間防衛は、金正男の家族の人道的避難を支援した、米国政府、中国政府、オランダ政府、 匿名の政府に感謝すると発表している。暗殺の理由は脱北者の亡命政府構想と関係を持ったこととする見方もされている。2017年11月20日にドナルド・トランプ、米大統領は理由に、金正夫殺害の事件を示唆して、北朝鮮をテロ支援国家に再指定し、2018年3月6日には、アメリカ政府は、金正夫の事件について、 VX ガスによる北朝鮮の暗殺と結論して追加制裁を発表した。韓国の情報機関である国家情報院は、金正恩は5年前からマサオの殺害を計画しており、暗殺の理由は、金正恩の変質的な性格によるとした。また、中国は大使党とパイプを持つ金マサオを北朝鮮の最高指導者に担ぐ狙いがあったと分析した。 暗殺から1周年となる2018年2月13日、NHK が中国の政府関係者から取材で得た情報として、張政卓の処刑とその後の正尾の暗殺の原因は、元中国共産党政治局常務委員の周、栄光が、張政卓が正尾を後継にしようとしているという情報を金正恩に密告したことにあると報じた。これによると、2012年8月に、 北京で朝と保近党中国共産党総書記の会談が行われたが、この際、修栄高が部下を使った盗聴により、蝶政卓が保近党に金正夫を後継者につけようと思っていると発言したことを掴んだ。2013年初頭に修栄高がこの情報を金正恩に密告したことで、金正恩の激林に触れ、その後の蝶政卓の処刑と正夫の暗殺に、 つながったという。その後、修栄校は国家機密漏洩罪と汚職で無期懲役の判決を受けたが、機密漏洩は本件のことであったとされる。密告した理由については、修栄校はこの時、汚職容疑で捜査を受けており、金正恩が後継者指名を得た2010年に、金正日、金正恩親子と肩を並べた唯一の外国人という緊密ぶりを内外に、 示していた北朝鮮とのパイプを利用することで中国指導部の動きを牽制しようとしたのではないかと推測されている。一方、中華人民共和国外交部はこの報道をデタラメと記者会見で否定した。同時期 NNN がマレーシア警察の捜査関係者と捜査資料から得た情報として暗殺直前のマサオはマレーシアのランカウイ島で CIA 関係者と接触していたと報じた。また、日本円で1300万円相当の米ドルの授受もあったとされる。また、2018年2月14日付の朝日新聞はマサオはマスコミを避けるためにシンガポールの代わりにマレーシアに滞在するようになってアメリカ情報機関の関係者と半年に一度会っており、 暗殺前の2017年1月26日にマカオで会った友人の話としてマサオが米国の家事の関係者なるトランプ米大統領の密使と接触していたことを認めていたと報じた。2019年6月10日付のウォールストリート、ジャーナルはマサオは中国の情報機関とも連絡を取っていた CIA の情報提供者だったと報じ、翌11日付の同志は、 韓国や日本の情報当局者とも連絡を取っていたと報じた。北朝鮮の外交関係への影響対、マレーシア関係事件後に、マレーシア当局による事件捜査を北朝鮮が批判したことや、使用された VX ガスを運搬したと思われる、在マレーシア北朝鮮大使館に当初機関への面会要請拒否などを受け、マレーシア政府は、 中北朝鮮マレーシア特命全権大使の召喚、北朝鮮人のビザなし渡航制度の廃止や、高アキラ中マレーシア北朝鮮特命全権大使に、対ソルペルソナノングラータ指定といった対抗措置を取った。一方、北朝鮮は、この間、暗殺そのものを否定し、死亡したのが、金正オであることも否定し続けている。3月1日、朝鮮中央通信は、 共和国公民は、キムチョル氏であると報じた上で、暗殺説は、米国と南朝鮮当局による、反共和国暴略と主張した。北朝鮮外務次官の力地制と、中国外省の王毅等との北京での会談や、2月28日から、クアラルンプールに派遣されていた全北朝鮮自席、国連大使、李東一国際機構局長からの金正男の遺体引き渡し、及び、 北朝鮮赤容疑者の釈放要請の後3月3日に当該容疑者は証拠不十分として釈放された。就労許可証が期限切れしていて、マレーシアが国外追放処分を下した同容疑者は北京の北朝鮮大使館で会見し、証拠鉄造などがあったとマレーシア政府を批判した。2017年10月、マレーシア政府は 金正夫暗殺事件で自国の大使館員の安全を保障できない事態が起きたことを理由に、平壌のマレーシア大使館閉鎖と北朝鮮との外交業務を北京のマレーシア大使館で執行する方針を決定した。対ベトナム関係事件の実行役がベトナム国籍の女性だったことに、ベトナム政府は強く反発し、北朝鮮に対する経済支援やベトナム共産党と、 朝鮮労働党との党函交流を縮小したとされ、2018年12月に北朝鮮がベトナム政府に非公式に謝罪したと報道された。朝鮮の儒教では、接収するのは嫡男であることや、金日政と金正日はいずれも家族構成で長男だった経緯から、後継者候補であるとされてきたが、略奪愛である、聖カオールリンとの結婚も公には認められて、 いなかったため、マサオは白頭山血刀の直径とはいえ事実上の所長氏であり、その存在を金正日はひた隠していた。正日の専属料理人であった藤本賢治は将軍矢軍大将、東官ブラが集まる園席で彼の姿を見たことはないし、噂話として語られたことは一度もないとし、一方、金聖哲や金正恩の話は将軍からよく聞きましたし、 遊び相手でもありました。きっと彼は、長男の存在を隠し通したかったのではないでしょうか、とコメントした。長生拓が、金正日に、正オを、後継者に推薦した際、金正日は、混乱を招くと拒否したという。2007年2月25日に、日本や韓国のメディアで、正オが後継者問題について、関心がなく、 させられてもやらないと知人に述べていることが報道された。ニュースでもいろいろなところに行って後継者になったりするのか後継者とは考えられないという発言があった。また、小日にロシア語を教えた近建職によると、マサオは出生当時、出生が極秘にされたことから後継者になるのは難しいとの見解を示した。ところが、 次男の製鉄の貢献役だった軍部の強硬派である李西郷が失脚し、正夫を押す小日の議定の長整宅が権力を掌握、正夫が後継者になる可能性が高まったとの報道もある。その後、2008年9月には、小日の重病説が流れたこともあり、一部では後継者問題に再び火がついたという見方をされていた。2009年6月5日に、 西側諸国のメディアで、金正男が滞在先のマカオから、中華人民共和国に亡命する見込みが強まっている、との報道がなされた三男の声恩を後継とする、体制づくりが急ピッチで進んでいたとされる。だが、6月9日に、マカオでテレビ朝日の報道ステーションの単独インタビューに応じ、後継には興味はない。個人的にこの問題に興味がない。政治には、 興味がない。後継者については報道で知り、事実だと思う。父が聖音を寵愛している。いかなる決断も父がする。父が決断すれば従わなければならないと語った。なお、この頃から聖音による正サ暗殺が企てられたことがあり、小日が正サの暗殺阻止のため、中国政府に正サの身辺用語を依頼したとも報じられている。正サは、 正音が後継者となるのに反対していた。反対した主な理由は、天安沈没事件と2009年に行われたデノミ施策が正音式の下で行われたため。2010年9月、正音への権力世襲について、韓国の民主平和統一諮問会議の理主席、福井委員長は、正男と親密な関係者から、正男がバトンタッチするのは嫌だ。滅びるのに、 長続きすると思うかと述べたと聞いた。2010年10月9日、テレビ朝日のインタビューに対し、一つの家族が3代、続いて、権力を世襲することに、個人的には反対だと述べた上で、西恩が後継者に決定したことについては、ある内部的な事情が背景にあるとして、決定には従うべきだろう。私の父が決定したことだと思う。だが、 私には関係のないことだし、関心もないと語った。なお、西音に対しては、北朝鮮人民の生活向上に最善を尽くすことを要望し、必要であれば支援する用意があると述べた。口述する日本への密入国が正日の怒りを買って、後継レースから脱落したという見方もされている。またこの後継者問題が正サの暗殺につながったという見方もある。 観光などを目的に偽造パスポートを使い、1990年代から日本に何度か不法入国していた。本人も日本には5回から6回は訪れたとして、秋葉原や赤坂などを挙げており、来日時には東京ディズニーランドや赤坂の韓国人クラブを出入りして、秋葉原の電気街に複数回訪れては大量に購入したコンピュータの部品を北朝鮮に輸入したとも、 伝えられているほか、韓国メディアの東亜日報によれば、住吉会系の暴力団や朝鮮総連の関係者から、麻薬、偽造パスポートと偽札、焼肉店やパチンコ店の経営、売春、貸金業など合法、非合法活動で稼いだ資金の一部が、東京で金正男に渡されていたとされる。また武器密輸の代金回収が不法来日の、 目的ではないかとも報じられた。2001年5月1日に、金正男と見られる男性が新東京国際空港で、東京入国管理局成田空港支局に拘束されるという事件が発生した。男は妻子を連れており、ドミニカ共和国の偽造パスポートを使用して、中国語名の豊熊という偽名で、日本入国を図ったところを入管難民法違反で拘束。 収容され、その際に背中に虎の入れ墨が施されていることが判明。5月3日に身柄拘束の事実が報道によって明らかとなったが、外交問題に発展することを恐れたことと、当時北朝鮮にいた日本人観光客の人命を保護するため、日本国政府の政治判断により国外退去処分とされ、翌日に2回遺跡を貸し切り、状態にされた。 全日本空輸のボーイング747から400型機で中華人民共和国の北京市都国際空港に向けて出国させた。この際、北京市に移送される際の映像が世界中のテレビ局で何度もテレビ放映された。この男について日本及び北朝鮮政府いずれからも金元人かどうかの正式な発表はないが、韓国政府筋は金正男本人であるとした。 この男は東京ディズニーランドに行きたかったと語った。実際、2009年1月24日に北京首都国際空港に現れた金本人が日本のマスメディアにインタビューを受けた際のやり取りにおいて2001年に日本に不法入国しようとした理由につき日本に興味があったので旅行に行ったが現在は簡単に行けない。日本はとても清潔で美しい。 また、経済的にも非常に発展している国だと思う。と答え、日本へ入国した過去があることと、2001年5月に新東京国際空港で拘束された金正男と見られる男性が本人であることを事実上認めている。2002年12月にディズニーランドパリを訪れるためにフランス政府に入国を申請したが拒否された、とフランス紙に報じられた。 2004年9月25日には、北京国際空港に現れ、居合わせた報道陣の問いに、金正男本人だと認めた。渡航理由は不明だが、月日ともなく一人で、北京市内のホテルに滞在したという。また、同年12月3日、本人と思われる人物が、複数の日本の新聞社に年末年始の挨拶の電子メールを送ったことが報じられた。これが実際に、 本人からのものであるならば、先日の9月の北京国際空港での取材時に、渡された名刺に書かれたメールアドレスを見て送ったのだろうと推測されている。このメール騒動について、北朝鮮問題に詳しい江谷治は、偽物説を、コリアレポートの変身一は、本物か周辺によるメール送信説を述べた。評論家のがの部元は、後継者から外され、焦っていると語った。 金日成、金正日、金正恩の家系図この記事は以下のカテゴリでも参照できます。金正恩暗殺事件に関するカテゴリ。ありがとうございます。